ねえ、僕が大人になる頃の世界は今とは違う景色なのかな。ねえ、パパとママの言ういい子になること、それが何を意味するだなんて、知らんぷりしてた日々に言い訳ばかりしてたよ。数々の失敗たちを毛布押し込めた。何も喋らない君の右手をぎゅっと握って、お日様の匂いがする、そっと目を閉じた。夢見て泣いていない、二人も泣いていない。僕が消えていなくなっても世界は何も変わらずと気が過ぎるのね。いつか大きな声で笑えること、信じるまま探してみたんだ。後悔